皆さん、こんにちは。月刊スポーツ全力ライブです。今回ご紹介するのは、自転車競技 BMX フリースタイルフラットランド種目の森崎浩也選手です。初代世界チャンピオンにして、キングとも呼ばれる森崎選手の凄さを取材しました。平らな地面で自転車を体の一部のように操り、華麗な技を次々と決める BMX フリースタイルフラットランド。その迫力と美しさから、自転車競技のフィギュアスケートとも呼ばれる種目で、2007年初代世界チャンピオンに輝いたのが森崎浩也選手です。東京を拠点に活動を続けていましたが、おととし岡山市に移住し、今年1月にはオンラインの国際大会で2連覇を達成。長く第一人者として競技を牽引する姿から、キングの愛称で親しまれる選手です。何歳まで乗ってもいいんだよっていう指標に自分がなれればとか、なんかそういう憧れの存在でもありたい。BMX は生活の一部と話す森崎選手は、日が暮れるまで一日中練習に取り組みます。この日は仲間も集まり、子供から大人まで一緒になって技を磨きます。若い人からお年寄りまでみんなに知ってもらって、盛り上がっていけばいいなと思いますけど。 BMX フラットランド界を牽引するキング森崎選手の武器は、大迫力の空中技の数々。その数は3分間のパフォーマンスで20以上にも及びます。成功させるにはバランス感覚だけでなく、高いレベルの筋力と体幹も必要とし、他の選手たちは森崎選手の技を見ても再現できないほどの難易度と言われています。こちらは森崎選手のオリジナル技、バックフェイシングスピン。遠心力を生かしながら宙に浮いたハンドルを背面でキャッチし、その後スピードを上げながら回転する難度の高い技です。まさにフィギュアスケートのような力強さと美しさを併せ持っています。みんなそのスタイルが違うので、もう自分の好きなスタイルを見つけてほしいです。知っていけば知るほど結構面白くなっていく競技だと思います。今後もさまざまな大会に向けてトレーニングを続ける森崎選手、これからの目標は。競技者としてやっぱり続けてる以上、またこう世界で世界チャンピオンになれたらなと思いますし、あとまあその若い子をこう育てるのも好きなので、これから後進の育成にも力を入れていきたいと思います。後進の育成はもちろんですが、まだまだキング森崎選手のパフォーマンスを見たいと思います。月刊スポーツ全力ライブ、今回はこのあたりで失礼します。さようなら。